皆さんこんにちは。ベリー・ジョンソン・コンサルティングの白岩康明と申します。本日のコラムは BCP 事業継続計画についてです。自分と大切な人の命を守るため、BCP の重要性についてお話をしていきます。どうぞよろしくお願いいたします。昨今の自然災害の脅威、様々な感染症の脅威、コンプライアンス違反を原因とした倒産などの環境の変化が著しく、目を覆いたくなる場面に遭遇することも珍しくありません。自然災害を代表する大地震は、近年各地で頻発し、大変大きな被害が出ています。また、経験したことがないような大雨のため、河川の氾濫や土砂崩れなどでも多くの被害が出ています。自然災害以外にも感染症の蔓延による職場環境はもちろん、社会全体の変化など新たな脅威に対して早急な対策が必要になりました。皆様はこれらの増大する脅威に対してどのような対応をしていらっしゃいますでしょうか。仮にこれらの脅威が現実のものになったとしても、その被害を最小限にとどめ、重要な事業は中断させない。仮に中断しても可能な限りいち早く事業を再開、復旧させる必要があります。様々な業種の方がいらっしゃいますが、皆様の事業が停止すれば多くの人々に迷惑が及ぶことが想像されます。もはや BCP は企業の社会的責任の最も重要な一つに数えられるようになりました。それでは改めて BCP の全体像を解説いたします。まずはじめに従前の防災活動と BCP の違いを理解していきましょう。防災活動並びに BCP の両方とも企業などをはじめとする組織にとって極めて重要なリスク対応と言えます。防災活動では主に自然災害などの脅威が発生した際に身体、生命の安全確保と物的被害の軽減を目的にしています。対して BCP は安全確保はもちろんとして優先的に継続・復旧すべき重要業務の継続または早期復旧をあらかじめ計画し、訓練を行い、有事の際に計画に従い、事業を継続、または早期に復旧させ、社会の要請に応えることを目的にしています。緊急事態が発生した場合、まず BCP を発動させ、初動対応を行い、優先的には人命を守り、事業を継続させる必要があります。そのためには、防災活動でもあるBCP 初動対応計画を準備、整備しておく必要があります。また、日頃からその計画に対しての訓練実施や従業員への教育も必要です。ご視聴いただきありがとうございます。これからも皆様の企業価値向上のための情報を発信してまいります。ぜひチャンネル登録と良ければ高評価ボタンのクリックをお願いします。また、さらにご関心のある方は概要欄をご確認ください。